パスタです今日はですね、50歳以上の人が筋トレ後にやるべきことということで、筋トレの後にこういうことはぜひやってほしいですよ、やるべきですよ、ということをね、いくつか挙げていきたいと思います。で、また反対にですね、筋トレ後にやっちゃいけないこともありますので、それもね、ちょっと挙げられればと思ってるんですけど、 まあ50歳以上というのは、まあ、目的はいろいろあると思います。まあ、ただね、ここでは一般的に筋肉もつけたいけれども引き締めたいというね、一応この一番大多数のところの人としてやった方がいいこと、筋トレ後にやった方がいいことということをね、考えていきたいと思っています。まあ筋トレはね、十分しっかりやったという後ですね。 まずは筋トレを十分やらなければいけないんですけど、まあその後ですよ、まず一番目にやってほしいことというのは腰のストレッチです、腰のストレッチ。腰のストレッチをやっぱりこの年代しっかりやっていかないと、そのまま放っておくと、やっぱりちょっとね、硬くなりやすいんですね。 筋トレが終わって、そのまま何もしないで過ごしていると、腰が硬いままになって、あまり伸びなくなっているとで。そうすると、いざという時に、あっと思って、腰を怪我するぎっくり腰になるということがありますので、腰を鍛えるだけでなく、もちろん運動前に腰のストレッチをやるだけでなく、運動後も腰のストレッチというのをやってほしいです。で、まあこれ本当に普通簡単なやつですよ。あの、ごく普通の、まあこうやって普通にひねる。 ストレッチです、ね、こう左右にひねるというストレッチがまあ,ありあとは僕がよくやってる片足開脚という、まあ、片足しっかり開いてこれをできるだけ角度を目いっぱい開いた中で反対の手を伸ばしていくというやつですねこれを左右交互に何回かやっていくことで、えー、腰の脊柱起立筋だけでなく。 両方を経筋っていうところをしっかり伸ばしていくというのをしっかりやっててほしいですね。あとはあの普通に最後に前屈というのもこういうのもやっぱりやっていった方がいいですね。結構ねスクワットや背中の運動で腰を反らすという種目もあってこうギュッと縮めてることが多いのでこっち側の、ま、ねこっち側をね丸めるという伸ばすというのもしっかりやってほしいですね。まあ、腰だけしっかりストレッチしておけばそれ以外の部分 肩とかそれ以外の部分っていうのはまあそんなにしなくてもいいんですけどやっぱりねこの腰だけはこの50歳以上になってくるとちょっと気をつけたいところでありますそれから時間的にその次の段階なんですけどもトレーニング後には炭水化物を取ってくださいもちろんプロテインも取った方がいいですプロテインを取るということは筋肉ができるだけ分解を起こさないように筋肉の材料を与えてあげるということでプロテインを飲むわけですけど早くね吸収させる肉や魚よりも早く吸収するプロテインを取るということなんですけどまあこのタイミングで食事だと 肉魚はちょっと紹介時間がで2時間後の吸収になってしまうんで、プロテインはまあ30分後には筋肉に到達すると言われているので、まあここはプロテインの方がいいということ。それをね、プロテインだけで終わらせてしまう人もまあいるわけですね。まあ中にはね、プロテインを取らないでそのままずっと何もしない人もいるんですけど、プロテインだけで終わらせてしまうんじゃなくて、やはり炭水化物も一緒に取りたいわけです。筋トレをしっかりやると筋肉の中の糖質、グリコーゲンというのがいっぱい出てた状態なので、 そのエネルギーが何もない状態でま3時間4時間5時間過ごしてるとまあだるいです。本当にだるいです。だるいというのは体感的にだるいだけではなくて実際そのタイミングでは体がものすごい回復しよう回復しようと思ってるのに回復するためのエネルギーがないということになってしまうので今体を引き締めようと思っている段階であったとしてもこのトレーニング後の炭水化物まあおにぎり1個分ぐらいでいいと思うんです。コンビニのおにぎり1個分。 1> 1個ありますねあれぐらいの大きさでいいと思うんですけど、まあ、それぐらいは炭水化物も取ってほしいということですね。で、そうすることによって、筋肉の中のグリコゲを早く戻してあげるということ。で、それによって、どんどん回復の方に向か,向かわせるということですね。で、もうやっぱり疲労を残さない、そして回復することによって次の筋肉を作るということ。まあ、これを狙っていきたいんで、まあ、このタイミングでは炭水化物も取りたいということ、プロテインも取っていくということ。でも本当にね、あの、結構ね、 トレーニング後に何も取らないままという人もいるんで、もうこれは本当にあのやめた方がいいですね。必ずここで栄養を取っていかなければ、どん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 筋肉分解する。今、それから4時間5時間な分解する方向に逆に代謝が落ちてしまって、筋肉もつかないし、代謝もつきやすい状況になってしまうので、トレーニング後はそういうふうに炭水化物もタンパク質、プロテインも取ってほしいということです。それから、その次にですね、まあそれと同時でもいいですけど、あの水もね、その後数時間はしっかり飲み続けてほしいです。プロテインでまあ水分を取ってますけれども、ただ、 トレーニングをしっかりハードにやった時には思った以上の水が出てますので僕もねトレーニング結構ハードにやってプロテインで、ね、プロテインも水を入れてダーっと飲みますけどその後というのは12時間だと結構それでもまだまだ口が乾くんですね。 まあ特にその後ねすぐに仕事入って僕が喋ってるってのはあるんですけどただやっぱり水分が足りないというか感じるので水分が足りないという状況に陥らないということですね体のシステム全部回ってこなくなるので水分もやっぱり十分ある方が潤滑に回ってきますのでその後もチビ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 ね水筒あるいはペットボトルを持ってチビチビ水を飲み続けるこれもね忘れないようにしてほしいですそしてさらに次の段階ですけどその後の食事ですねまあその後の食事というのはさっきトレーニング後に炭水化物とプロテインを 取ったのでまあ、すぐに食事というわけではないです。まあ、4時間後ぐらいでいいかなと思います。まあ、4時間後から5時間後ぐらいでいいと思います。で、この場合にまあ、当然タンパク質も入ります。まあ、肉、鶏肉か魚が入るのはま1番いいわけですね。で、この時にお米は少なめでいいと思います。あんまりいっぱい取らないということね。 でさっきトレーニング後に炭水化物おにぎり取りました。そのトレーニング前にも取ってることと思います。なので、そのトレーニング前後に炭水化物があるので、それ以外の食事のところでは、炭水化物、お米とかそういったものっていうのは少なめにしていくということで、やはり体脂肪をつけるという方向では流れないようにしてほしいということ。トレーニング後に炭水化物を取っていれば、その4時間後の食事というのは、いつもの食事の、まあ、 6割半分ぐらいでもまあ大丈夫かなと思いますので、ちょっと少なめにしておいてください。なければ全ての炭水化物が重なって、一日の総量が多くなって、また体脂肪がつきやすいという感じになってくるので、まあお米を多すぎないようにしていくということ。それからその食事の中にね、あの必ず野菜をしっかり取って食物繊維を取ってください。食物繊維をしっかり取らなければ、まあこの食事だけに限らないんですけど、一日を通してし食物繊維がしっかり入った野菜をしっかり取っていかなければ、お通じとかそういうことじゃなくて、あの、 腸の中のね、腸内細菌ですね、腸内細菌の栄養となるものはなければ腸が活発に動かないですね。腸内細菌が活発に動くためには、その細菌の 餌になるものがなければいけない。これが食物繊維なんですね。なので、それが少ない人の場合には腸の動きが活発でなくてですね、この腸から栄養をしっかり取り込むということが、まあ、あまり行われないんですね。だから腸はやっぱり元気の方がいいわけで、健康の方がいいわけで、そのためには食物繊維をしっかり取っていく。ここも忘れないようにしてほしいです。栄養を正しくここで吸収できなければ、やはりね、 体がだるいとか筋トレしっかりやったら回復できないということになってきますのでそうするとやっぱり疲労が溜まってくるとなので食物繊維を取るということはまあ自分の腸内環境を常にねいい状況で保つためにはやっぱり取ってほしいということです、えー、そしてそのあとですけどまあここはねもう普通ですけれどももう寝るです寝る あの、まあ、忙しいとは思うんですけど、最低ラインの、もう寝不足にならない最低ラインの睡眠はやっぱり取っていかないと、ここもね、でも結構ね、あの、この50歳以上で仕事をまだまだバリバリやってると、ちょっとね、おろそかにしちゃいがちなんですよ。トレーニングだけはしっかりやるって言って、睡眠がかなり不足している人も多いので、ただこれをやっていくと、あの、睡眠不足になると人間と、 不思議とね食事の方で何かまかろうと思って余分なものをいっぱい食べちゃうんですよ。それによってこう結構バランスをとっていくということがあってそれがやっぱりストレスになってくるんです寝不足というのはそのストレスを食事の方で発散するってなってくるので食べ過ぎてしまうカロリーをとり過ぎてしまうということになるのでまあ、それもあってやっぱり寝るということはきちんと、ね、最低限抑えていきたいところだしもちろんね回復するためホルモン分泌を良くしていくためには睡眠はまあ必要ということでまあ、なんとかねこう頑張ってほしいところです。えー、そして最後に、ね、筋トレ後にやっちゃいけないこと。まあ あんまりやってないと思うんですけど、まあまあでも、います。いますっていうのは、えー、一つは、お酒ね。トレーニングをやったのに、その日の夜にお酒を飲む。これもったいないです。すごいもったいないです。 あの、まあ、毎晩、毎晩飲むというのはそもそもいらないんですけど、これ太る太らないではなくて、お酒を飲むと、それアルコールがあります。で、その糖質が入っているかどうとかでもどうでもいいんですよ。アルコールが入っているので、アルコールが入ってくると、その肝臓の機能というものを最優先でアルコールを排出するために使ってしまうんですね。で、その肝臓というのは、糖質とかタンパク質というのを分解して代謝する。で、また新しくね、細胞を作っていくためにも、その肝臓を使ってるんですけど、その作業を ほったらかしにしてアルコールを排出することに一番優先的に使ってしまうので筋肉を作っていくとか回復させるとかそのための炭水化物、タンパク質の代謝というものをやらなくなってしまうんですね。後回しにしようと。まあそれだと当然ね、回復できるわけがないです。 なので、あの、トレーニング後の酒はもういらないです。まあ本当にね、あっても週に1回ぐらいどこかでね、ちょっと飲むぐらいにしといた方がいいので、まあお酒はできるだけでない方がもう当然いいというわけですで。あとね、これもいないとは思うんですけど、ただね、たまにあるんですよ。 ジムでね、トレーニングをね、僕もやってたり教えたりしてて、すぐ近くで、うーわ、うっとやってた男の人が、あ、トレーニング終わったな、あ、帰ったな、と思った時に、ジムの窓からふと見ると、ジム入れたらすぐ外のところで、タバコ吸ってるってのがあるんですよ。タバコをこのタイミングで吸うのは、まあ、ありえないですよね。 だけど、まあまあ、そういう人もいるかもしれない。タバコは、あの、それで、まあ、わざわざ説明する必要ないです。説明する必要ないんですけど、酸素、酸素をいっぱい取り込んでね、前も説明したように、筋トレをしっかりやった後っていうのは、 エポックということで酸素をものすごい取り込んでもっともっと回復しようとする作用がね、えー、何時間も10時間も20時間も働いているっていうのはあるんですけど、その時に酸素を取り込まないようにタバコを吸ってしまうというのは、まあ回復しないですよね。なのでまあ、ニコチンとかどうとかもあります。ありますけど、その酸素をちゃんと取り込めないこと自体が筋肉を回復させるためには、マイナスなので、もこれも当然いらないです。まあ言うまでのこともないんですけどね。はい。まあ、そんな感じでね、いかにね、やっぱり50歳以上の場合には、体を回復させていくかどうか。まあここ ここに重点を絞って、しっかりとね、生活、食事などを見直してみてほしいです。はい。チャンネル登録もよろしくお願いします。インスタ、ツイッターもやってますので、フォローよろしくお願いします。パーナルトレーナーのージーでした。